はいどうも、ミニマリストのたけるです。本日の動画では、ミニマルな暮らしと生活費ということで、まあ今回ですね、ちょっとヌンさんの、まあ、お金事情、節約事情っていうのを掘り下げていきたいと思います。それでは、まずはじめ自己紹介をお願いします。はい、皆さんこんにちは、ヌンです。コスパのいいシンプルな生活をしている28歳契約家です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、まあ前回ちょっとヌンさんのお部屋の紹介だったりとか、はい、コスパのいい暮らしということで、ほぼほぼなんか100均とか結構安上がりでシンプルな暮らしにしたっていう方で、はい、もしよければね、概要欄に過去の動画載ってるんでご覧いただけたらと思うんですが、はい、ヌンさんはちなみになんかいつぐらいからなんかミニマルな生活を目指し始めた、はい、ないしなんか歴史的なものって何年とかって何かあったりしますか？結構大学生ぐらいからミニマルな生活をし始めました。なるほど、はい、で言うと結構じゃあもう5年以上5年そうですね、5、6年ぐらい、5、6年っていう感じでね、はい、なので、まあ、実際シンプルな暮らしのお金の関係性だったりとか、うんうん、まあ、リアルに今生活費いくらなのかとか、まあ、お金の使い方ないし貯蓄いくらあるのかみたいなのをリアルにちょっと聞いていきたいと思いますので改めてお願いします。お願いします、はい、でまずですね、ヌーさんの生活費からちょっとご紹介していきたいと思うんですけど、こちらですね、うんうんうん、はい、上から順にちょっと僕の方でバババッと紹介していくと、住宅費が10万円、食費1万5000円、光熱費8500円、通信費が3000円、被覆費、美容費が3000円、日用品3500円、交際費が3万円、交通費が2000円ということで、うん、ちょっと上から順に聞いていきたいと思うんですが、はい、住宅費10万円ということで、まあ、この辺なんかこだわった理由だったりとか、はい、ここのお部屋にした理由とかはありますか？まあ、とりあえずアクセスがいいとこで探してたんですよね。はい、でちなみに、まあ、結構ミニマリストさんって固定費節約で、ね、ですよね。そう、めっちゃ高いですよね。そう、家賃下げる方もいるけど逆に僕は割と住環境の投資っていう意味でアクセスいいとこに、はい、お金使いたいというタイプではあるんですけど、はい、ヌーさんはなんかそういう意識とかはあったんですか？そうです、もう完全にそれでした。なんか遠いところに安く住むよりかは、はい、遠いというかちょっと都心から離れたところに安く住むというよりかは便利なところにちょっとだけでもいいから住まずに住んでる。なるほど。どうですか、でもここら辺で10万って安い、はい、安いと思います。ぶっちゃけ安い。どこかは言えないけど、23区内ってのは言っても大丈夫ですか？23区内全然いいです。そう、東京23区内で、まあ、駅からも結構近くて、うんうん、で、まあ、めちゃくちゃ便利じゃないですか。便利ですよね。これで10万円はかなり安いなっていう。結構、はい、いいとこ見つけたなって思って、はい。そっか、なるほどね。で、もともとその大学生ぐらいの時から、まあ、ミニマルな暮らし追求してるわけじゃないですか。はい、結構、なんだろう、節約したいとか、まあ、貯蓄、その、お金貯めときたいっていう意味で、家賃下げたいっていう、はい、まあ、築フルの家とかに住みたいっていう方はいるけど、はいはい、全然そこら辺は全くなく。あんまりなかったです。ですね、はい、社会人になってから一人暮らしし始めたので、まあ、そこら辺あんまり考えてなかったです。あ、そうなんですね、はい、まあ、どちらかっていうとやっぱそのアクセスに時間かかるとかのストレスだったりとか、はい、まあ、なくしたいとか時間を捻出したいっていう方が強かったってことですね。強かったです。ありがとうございます。続いて食費に関しては1万5000円っていうところで、はい、この辺例えば自炊多めとか、はい、なんか心がけてることとかあったりしますか？節約ポイントとか。結構1万5000円で結構しますよね。まあ僕の社会人 1,2 年目の時は2万3万だったんで、はいはいはい、個人的には安い方です、はい、と思いました、うん、結構食材結構自炊とか多い方で、うんうん、食材とかめちゃくちゃ安くしてるんですけど、ちょっとなんかなんでプロテインとか買ったりとか、そこら辺がするんですよね、結構。でもプロテイン含めてこの金額だと安くないですか？です、です、だから多分普通に食材費だけで言ったら、はい、もう1万いかないですね。なんか東京って割となんか食費というか、まあ、物価が高いみたいなイメージがあるから、結構ね、費用がかさみがちみたいなイメージはあるけど、はい、それでも全然1万5000円で収まってるっていうのは。そうですね、業数使えなくてますね。なるほど。結構買いだめじゃないかもしれない、大きい大容量のもの買って、はい、そうですね、安上がりにさせるみたいな、はい、なるほど。じゃあ自炊多めで、あんまり外食はしない感じですか？外食はします。この後で言う交際金の中に結構入ってるわけですね、はい、じゃあそこは分けてるって感じ。分けてます、分けてます、はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、光熱費、はい、電気ガス水道が、まあ、月によっても季節によっても変わるかもしれないけど、うん、まあ、8500円ぐらいのアベレージっていう感じだと思うんですけど、そうですね、この辺はなんか節約意識してるしてないとかはありますか？いや、あんまり光熱費意識してないんですよね。そもそもあんまりガス自体使わないので。へ、はい、なんでですか？お風呂とかもなんかシャワーとか。あ、でもガスはもちろん使います。何ですか、火を使って料理とかしないんですね。電子レンジで済ませたりとか。あ、そうなんですね、はい、なんか電子レンジ、まあ、ガスより電気の方が安いと思うんですけど、
え、それは何かこだわりがある？電子レンジ楽だし、楽ですね。光熱費もまあ安上がりになるし、はい、熱くないし、掃除も楽だし。まあ、確かに確かに。今度逆に使うときはあるんですか？ゆで卵を作るときぐらい。なるほど。それぐらい。なるほどね。そっかそっか。っていうのもあって、光熱費はだいぶじゃ安くなってるっていう。はい、安くなる。はい。で、通信費が3000円で、うん、まあ、この辺はなんか格安 SIM 使ってる。そうですね、そうですね、はい。はい。キャリアはちなみにどちらですか？キャリアは UQ です、ね。UQ。はい。理由としては何かありますか？その UQ 選ばれた理由というか。なんか、au 電気とかの兼ね合いで、うんうん、まあ、ちょっとだけポイントがもらえたりとか、うん。なるほど。そっか、はい、じゃあ電気と連携で、まあ、ポイントの兼ね合いでそちらを選ばれたと。はい、続いて被覆費美容費なんですけども、はい、まあ、3000円ということで、うん、まあ、この3000円は、はい、なんか美容費がメインっていう感じですか？そうです、服が2000円ぐらいですかね。あ、なるほど、はい、それは例えば月によって買わない月もあるし。あ、ね、そうです、そうです。で、美容費じゃあ安くないですか？美容費ですね、多分美容室行くぐらいなんで、けど1000円カットなんで。お、そうなんですね。え、それはやっぱ節約しようと思って、はい、例えば東京とかだったら4000、5000円あるけど、1000円カットにした理由とかは、あんまり。そうです。なんか1000円カットで物足りるなっていうふうに思っちゃった。ああ、なるほど。まあ十分な。十分だなクオリティっていう。なるほどね、はい。で、あと服に関しては、まあ2000円ぐらいのことですけど、はい、なんかブランド固定してるとか、電話しないですね。ユニクロが多いですけど。ああ、なるほど、いいですね。はい、もう結構前から？前からです、ね。おお、そうなんですね。はい、じゃあこの辺もあんまお金かからない。かかんないですね。はい、そういうことですね。で、続いて日用品は3500円ってことなんですけど、はい、まあ、この辺はやっぱその消耗品とか消耗品ですね。はい。ストックはあんま買わない感じ？ストックはでもふるさと納税で結構いろんなものがストックされてる感じはあるんですけど、それ以外はあんまり買わないですね。そういえばルームツアーした時この辺めっちゃありました、ね。いや、はい、だんだん減ってきましたね。そう、ふるさと納税納税って結構がっつり届くから、はい、そう、なるほどね。じゃあそれもある意味まあ節約になってるってなってる、はい、なってると思います。はい、で、続いて交際費が3万円ということで、はい、まあ、先ほどちょっと外食費含まれてますみたいな話ありますけど、はい、これはまあ一人での外食なのか、まともな人の外食も含まれてる、はい、あ、ほぼほぼ一人で外食しないので、友達との外食というか飲み行ったりとかっていう風な金額ですね。ちなみにこの辺はまあ予算を決めてるとか、はい、例えばまあ月によっては全然3万円下回ることもあるし、上回ることもあるみたいな、はい、そ, ででそれはありますね、はい、基本的にあんまり予算とか決めないようにしてますけど、はい、でもちょっとね、あまり多すぎるとやばいな今月はっていう。なるほど、そういうことですね。3万ぐらいに収め、本当は2万ぐらいに収めたいんですけど、うんうんうん、はい、そうか。で、この辺もやっぱこだわりあるのかなと思って、家賃の次に高いじゃないですか。高いですよね。高いですよね。そうそう。だから、まあこの辺はやっぱその交流関係とか、まあ、何か仕事につながるとか、うん、まあ単に楽しいとか、はい、まあ、その辺でお金かけようと思ってる感じ、ね。あ、そうです、そうです。まあ、ここら辺に住んでる理由も、うん、まあちょっとそこら辺に。すぐ呼ばれたらすぐに行けるような感じにしてます。確かに、はい、遠いとね、めんどくさかったりとか、そうですよね、ちょっと家から出なくなっちゃうので、ね、飲み終わり帰るのめんどくさい、はい、そうなんです、そうですよ、ね、タクシー使ってみたいな感じになっちゃうと思うので。そっか、なるほど、はい、まあでも本当そうですよね、タクシー代は浮いてる感じもあるし、浮いてます ね, ね、ありがとうございます、はい、で、最後交通費に関しては2000円ということで、はい、これはあれですか、そのプライベートのみですか？プライベートのみです。あ、のみでね、はい、この辺はまあ結構そのお休みの日とかも、うん、電車乗ってとか、はい、そうです、はい、まあ、大体月に1000円ぐらい、2000円ぐらいですね、ですね、はい、ありがとうございます。で、1ヶ月の主な支出はこんな感じで、はい、まあ、毎月の生活費合計が16万5000円 で、はい、で毎月ざっくり貯蓄は16万円ぐらいしていて、はい、年間にするとまあ192万円、まあ、200万円いかないぐらい、はい、貯蓄されていて、うん、で、驚きの現在資産額が1000万円ぐらいということで、うんうん、この辺もちょっと聞いてみたいんですけど、まあ、まず生活費合計からなんですけど、はい、まあ、この辺16万5000円っていうのは本人的には納得なのか、もうちょっと下げたいのか、はい、もうちょっとお金かけてもいいと思ってるのか、その辺どうですか？いや、そんなに今あんまり変えようとか思ってないですね。あ、じゃあもう維持、現状維持。維持、あんまり高すぎてもあれなんですけど。まあ確かに確かに。まあじゃあざっくり16万円ぐらいで、はい、はい、この辺で。収めればいいかなと。そういうことですね、うん、で、貯蓄に関しては、まあ、現金多めにしてるとか、はい、投資にお金回してるとかはどうですか？投資フルベットしてますね。フルベット、もう16万円全部投資ってことですか？全部それぐらいにしてます、ね、はい、ちょっとこの辺後で聞きたいと思います、はい、で、年間に関しては192万円ということで、ちなみにこのなんか年間何万円貯蓄したいっていうのはなんかもう目標を決めてたりとか、はい、でも単にもう最初に
その貯蓄したってなった時に、うん、もう余ったら全部投資に回したら、結果的にこの金額になったとか、うん、その辺どうですか？はい、あ、じゃあ言うと後者ですね。後者で、はい、そうなったって。なるほど。はい、ありがとうございます。で、現在、今28歳でしたっけ？ 28 歳です。はい、にして、もう1000万円ぐらい貯まったということで、はい、実際、期間的には結構かかりましたか？その、節約し始めて1000万円貯まる、はい。社会人になってから貯金というかこういうこと始めたので、うん、何年ぐらいですか、ね、6年、7年ぐらいですかね、はい、ということで、はい、なんか、はい、あの本人の感覚的にはちょっと長かったなって思うのが1000万円貯まるまで、はい、いや、はいはいはい、割と早かったとか、あ、でも早かったかもしれない。なんか毎年100万ぐらい貯めてって10年経って1000万貯まったらいないぐらいだったので、まあ、ちょっとだけ早まったかなと。そういうことですね、うん、ありがとうございます。で、まあ、全体的にその節約ポイントとしては本人が一番なんかこの辺節約なってよかったとかって何かありますか、うん、内訳で節約なってよかったところですか、はい、まあ、節約なってよかったとか節約を特にこの辺の内訳意識してる、うん、まあ、例えば服がお金全然かかってないからとか、ね、そこら辺はあるかもしれないですね。そう、通信費は節約してよかったとか、はい、通信費は結構変わりますよ ね、 そうですよね。多分これ普通にキャリア、うんうん、大手キャリアだったら、うん、まあ、1万円とか、ね、そうですね、そのぐらいいくと思うので年間通すと結構な、そうですね、金額になりますよ、ね、だからまあ主な支出でね、見た通り、まあ、ほとんど、まあ、物にはあんまお金かかってないイメージで、そうですね、まあ、家と、まあ、その時間捻出のね、うん、その、いわゆるその、家賃と、はい、まあ、交際費にお金かけてるけど、他がすごく安いから、はい、まあ、貯蓄できてるってイメージですね。うんうんうん、そうですね、はい。で、あと、なんか、お金の使い方とか、うん、まあ、家計管理の仕方で、なんか、昔と変わったこともちょっと聞いてみたいんですけど、はいはい、まあ、社会人になってから、まあ、貯蓄してるっていうことなんで、まあ、大学生の時と、まあ、社会人になってからの、やっぱ、使い方とか、意識が変わったのかどうかとかはどうですか、はい、そうですね。まあ、大学生の時、バイトも一応してたんですけど、うん、もうバイトで出たお金は全部、遊びとか飲みテロに使っちゃってたので、うん、なるほど、何も、はい、残ってなかった残らない、はい、毎月、まあ、でも大事ですけどね、ギリギリの、なるほどね、そっか、ちょっとじゃあ貧乏学生貧乏学生ですね、そういうことですね、まあ、もちろん学生の時は遊ぶとかもね大事かもしれないけど、はい、そうですよね。ちなみに本人としては今振り返ってみた時にその学生の時はもうちょっと貯金しておけばよかったとか、はい、そういう思いとかはあったりする？特にないですね、まあ、お金は社会人の時のためにやってます。そういうことですね、はい、ありがとうございます。昔はやっぱ生活費は高かったりとか、実家暮らしで実家暮らしだったんで、はい、生活費がほぼほぼかからなかったんですけど、とりあえず遊び行ったりとか飲み行ったりみたいなここに全部消えてます。よくその学生時代 の、 そのお金の使い方が社会人にその移行というか、まあ延長線にならなかったですよね。あ、そうですね。今切り替わった理由とかあるんですか？いや、なんかそもそも、まあそうですね、うん、飲みあんまり、そう、社会人最初行った始まった時も最初はなんか寮生活みたいなところから始まったんですよ。だからそこまでなんか住宅費とかにお金がかからない生活ができていたので、 ある程度貯まったというか、あ、普通に同じような生活してても、あ、そうなんですね、感じだったんですよ。いつのタイミングでそのなんか寮的なものから出ようと思ったんですか？あの、なんか2年間ちょっと地方にいたんですよ自分。あ、はいはいはい、で2年経ってこっち帰ってきた形になったので、はいはい、あのそれでもう寮じゃなく1回実家に戻った形になったんですけども、1回ちょっと実家に戻ってからももうほぼほぼなんだ、うん、ちょっと実家に暮らしつつお金貯めて引っ越しの資金貯めたみたいな感じでした、うん、なるほど、まあ、で引っ越す時に、まあ、そこら辺は、まあ、あえてその時間捻出のためにお金かけてもいいかなっていうところで、はい、まあ、アクセス便利なところに住んだそうです。で、まあ、ちゃんとお金も貯めてたし貯められたしっていうところですね、うん、はい、そうですね、そうですね、ありがとうございます、はい、っていう感じで、まあ、ここからはですねちょっとフリートークというところで、まあ、テーマとしてはお金、家計管理、節約っていう、あと投資も含めてですけど、うん、ちょっと話ふら、あの掘り下げていきたいと思います、うん、でまず節約を始めたきっかけっていうところで、まあ、はい、社会人になってからっていうことですけど、そうですね、そうですね、なんかあの親から言われたとか、ちゃんとあんたお金貯めときなさいよみたいな言われたとか、はい、そういうのじゃない？そういう意味で多分、でも根は結構倹約家というか、うん、そんな感じでした。大学あんなにさ本当は心の粒ではなんかちょっとだけ、はい、なんか毎回毎回、はい、あの飲み行くたびに、あ、またお金減ってく、またお金減ってくみたいな感じで思ってました。ちょっと無理してた感じ？無理はしてたかもしれない。あ、なるほどね、楽しかったですけど。ありがとうございますで、投資を始めたのはいつ頃なんですか？投資始めたのは社会人になって3年目ぐらい。3年目ぐらい、はい、それはなんかきっかけはあったんですか？その投資始めようと思った、なんでしょうね、きっかけはなかったんですけど、でもなんかいろんなところで、はい、
な見るようになったんですよ。 YouTube とかでもすっごいなんか出てくるようになりましたし、そっかそっか、だからまあちょっと投資した方がいいのかなみたいなところで、はい、まあちょっと興味を持って、はい、その後の流れとしては、はい、まあ投資ってやっぱちなみに怖かったですか、始めるとき。全然怖くなかった。怖くなかった、割とすんなりいけた感じ。そうなんですね。あまりその深く考えないで、やっちゃうタイプだった。あ、そうなんですね。でちなみに投資に関しては、まあ、今フルベットされてるってことですけど、はい、まあ、NISA、イデコ特定口座で何を買ってるとか、はい、なんかその辺どうですか。あ、そうですね、積み立て NISA でやってて、うんうんうん、あとは全部投資信託やってますね。なんかあまりその個別株とかではなく、うんうん、ETF でなんか勝手にお金が出す。なるほど。でちなみにその、 積み立て NISA とかだと、その全世界とか全米 SP500 とかいろいろあるじゃないですか、はい、それは何を買ってますか。大体、はいはい、全米です、ね、全米、はい、じゃあアメリカ寄りの配当になってるアメリカ寄りですね、ほぼほぼ。そういうことですね、ありがとうございます。で現在じゃあ金融資産としては、はい、まあ現金もちょっとありつつ、そうですね、はい、まあその株も持ってみたいな感じ で、はい、で現金は生活防衛資金だけって感じですか。そうですね、100万ぐらい、150万ぐらいかだけ、はいはい、なるほど。で残りもう全部フルベットしようと思った理由とかは何かあるんですか。じゃあそう、でもそもそも最初はでもちょっとずつ貯金していく、うんうん、投資していこうかなっていうふうに思ったんですけど、はい、結構その上がり幅がすごかったんですね、はい、当初とかちょっと昔が、はい、始めた頃すぐすごい上がっていったので、この状態だったら絶対銀行口座に持っておくより全部回してた方がいいなっていうふうに思ってへ、それでもう全部回すよね。じゃあその名残で全部なるほどね、はい、それこそ、まあ、今その生活防衛資金現金で100万円、はい、150万円ぐらいあるわけじゃないですか、はい、なんかあの生活苦しくないかなというか、はい、なんか今を楽しむためのお金がなんかちょっともうちょっとお金使いたいとか、いやもっと旅行に使いたいとか、はい、そういう思いとかはないですか。あんまりそうですね、なんか誘われれば行くみたいな、なんか自分でどこか行きたいとか、はい、そういうのはあんまりないないですね、うん、だからまあ結局余っちゃうし、そうですそうです、だからだったらもう増やしとこうみたいな、あ、ですですです感じですね、はい、持っていくよりかはもう全部回しちゃった方がいい。なるほど、ありがとうございます。続いて家計管理とか家計簿のこだわりも聞いてみたくて、はい、普段例えばアプリで家計簿つけてますよとか、はい、人によってはなんかスプレッドシートでつけてる人もいるし、うんうんうん、紙でつけてる人もいますけど、ヌン、はい、さんはどういう感じですか。アプリでつけてます。アプリ、ちなみになんかマネーフォワードとか、マネーフォワードですね。マネーフォワードですね、はい、選ばれた理由はなんか適当に選んだ感じですか。なんかとりあえず家計簿みたいな感じ、一応、はい、そうですね、だいたい皆さんって考えなので、そういうことで、あのクレジットカードとか口座とか全部連携させてる、あ、ですです、そうですそうです、そうです、じゃあほぼほぼ自動化になってる、はい、そうですね、イメージですね、はい、でじゃあ続いて聞いてみたいのは、うん、まあ暮らしとお金の関係性みたいな感じで、はい、まあシンプルな暮らしにすると結構お金貯まりやすいみたいな、うん、まあ本でも出てるし、うん、結構動画とかでも回ってるけど、はい、まあヌンさん的にはどんな感触なのかってどうですか。でもシンプルにするとでもやっぱり無駄な支出とか無駄な時間がなくなるっていうのはあるかなって、うん、なんかもっと具体的に言うと、例えばどういう無駄な時間がなくなったなとか、はい、どういう無駄な支出がなくてよかったなとかって何かありますか。っていうと、例えばその物が多かったりした時って、うん、なんかいろんなものを買い直しちゃったりとか、うんうん、なくし物が多くてまた買ったりとか、うん、なんかそういうのが多かったんですけど、今もう物が正確なくなると、はい、もうどこに何があるかっていうのが一目瞭然になって、うん、そっか、はい、それでなんか無駄な支出が減ったっていうのはありますし、うん、時間の観点で言うと、うん、あのやっぱその物を探す時間がなくなった分なんか増えたとか、うん、そういうのもあると思いますし、仕事にも結構生きると思うんですよね。なるほど、確かに確かに、そう、うん、なんか物が多いと仕事もね生産性落ちると思うし、はい、集中力落ちるみたいなことも聞くから、うん、なるほどね、やっぱ、はい、じゃあシンプルな暮らしにして、まあ、ある意味時間もお金も増えてよかったかなっていう、はい、ヌンさんはそんな感じですね、はい、ありがとうございます。続いては、まあ、もしあればなんですけど、なんか節約に役立つような、なんか紙アイテムですとか、なんか紙サービスとかも受けてたら、なんか教えてほしいんですけど、はい。節約に役立つような。はい、アイテムとか、なんかサービス受けてるとか。はいはい、はい、はい。サービスとかは特に受けてないですけど、もうとりあえず100均のものは、ちゃんとうまく活用する、うん。前回言ったやつ。あの、今回ね、あの、その前回そのヌーさん言ってたから、あの、今日たまたま撮ってきたんですね、100均の。ああ、ですか。そう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 。なんか、もう近くにあっていいですよ、ね。本当ですよね。そう、なんかヌーさんの買い方の特徴としては、まず100均。あ、まずそうです、ね、なかったら、まあ、例えば、まあ、無印さん行くとか、はい、まあ、緑さんとか、なんかそういうちょっと価格が上がっていくみたいな、はい、そうですね、そうですね、それは なぜそうなったんでしたっけ。まずなんで100均からっていうスタンスになったんですか。やっぱその100均 の、うん、あの
まあ、商品開発力がまずすごいなっていうふうに思うんですよ。やっぱり、まあね、なんかその、はい、無印さんとかニトリさんで出たいいものって話題になるじゃないですか、はい、うん、そうするとちょっとしばらくすると同じようなものを出すんですよね、うん、百均さんね、百均さんも、はい、うん、だったらそっちで買っちゃった方がいいなっていうふうに思います。なるほど。いやもう本当にあの僕の昔のイメージだと百均って結構もうカラフルでプラスチック製品めちゃくちゃ多いみたいなイメージあったけど、はい、結構最近やっぱその、まあ、無印さんとかもねすごい今にぎわせてるから人気だから、うん、なんかそういうシンプルなものも増えてたりとかしますもんね。っていうので、まあ、じゃあ100均でいいじゃんっていうところで。100均で。はい、まずは100均から。まあ、ちょっとそこら辺は考えますけどね。なんか、100均で買うべきものと、ちゃんとお金をかけるべきものみたいな、うん。なるほど。そういうことですね。うん、でもまあ、基本なんか100均もちょっと多めだし、はい、服とかもユニクロさんだから、ほぼほぼ物に関して安上がりに済ませるような、そうですね、そうですね。意識が働いてる感じですもんね。はい、ありがとうございます。続いて今現時点ででいいのでなんか資産目標と か、うん、なんか例えばまあ2023年これぐらい貯めたいなのかでもいいし、うん、例えばじゃあ40になるときにいくら貯めたいみたい なんかそういう目標ってあったりとかしますか、うん、特にあんまり目標ないんですよね。今のものをずっと続けていってなんか行くとこまで行けます。そうなんですね。漠然とお金貯めてるんだ。お金貯め、まあ、お金貯めてるというかなんかずっと投資に回しているのでどれぐらい増えるのかなみたいなのをちょっと楽しんでる感じです。例えば今のままのペースでいくともちろ なんか今後ね、はい、ご結婚されたりとかしたらまた変わってくるかもしれないけど、はい、ただ例えばあのファイヤーしたいとか、はい、まあ、あの会社員それ辞めてみたいと か、なんかそういうのってない。それはあるかもしれないですね。なるほど。まあ、でもまあ明確な額とかは決めてない、はい、なあ、そうなんです。多く貯めたいとか、はい、まあ、5000万円ぐらいは貯めときたいとかでもペースで今のペースで言えば絶対貯まりそうじゃないですか。どうなんですかね。はい、その分増えたらその分また増えてきて、そうそう、複利 ですよね。だって多分シミュレーションで毎月16万円であの全米株式のシミュレーションしたら多分年利 5% とかで、はい、3% でも結構いけると思います、ね、ですよね、ですよね。60とか65まで投資すれば、はい、まあ、何も起こらなければなるほど。まあその辺は、まあ、自然と溜まっていく感じ。そうですね。ありがとうございます、うん、ではでは続いてはですね、まあ、そんなヌーさんにもお金の失敗あるのかないのかっていうのもちょっと聞いてみたくて、うんうんうん、まあ、今でこそちょっとなんかもったいなかったなって思うお金の使い道とか、まあ、これいう無駄遣いしてたよ昔っていうのなんかあったりとかはしますか、はい、あ、でも結構昔は本当になんかいろんなものに金はかけてて、やっぱ物でしたね、うん、っていうのもなんかコレクション壁みたいなのがあって、なんか1個買ったら、うん、空張りがあったら全部なんか揃いたくなっちゃうみたいな感じだったんですよ。あ、そうなんですね。それで無駄に物を買ったりとか。なるほど。今では見当たらない、ないじゃないですか。あ、もう見当たらないですね。それはいつのタイミングで、まあ、やめようないし手放したんですか。でもそれこそなんか大学生ぐらいの時ですかね。なんかちょっと大人になろうって。ああ、そうなんですね。でも環境の変化も環境の変化です、ね、含めてね、変わったわけですね。そっか、ありがとうございます。続いて、なんか他に例えば今までの人生で、なんかお金に関するなんか最大の失敗とか後悔みたいなのってあったりとかしますか、はい、後悔ですか、はい、あの例えば僕なんかだと情報、うん、交渉罪詐欺にあの30万円くらい損したとか、そうそうそう、結構これ単語で言ってるんですけど、もうもったいないじゃないですか、30万で、まあ、いいですね。とかね、あの、まあ、例えば、まあ、今でこそだけど、東京に来たから、まあ、車、まあ、ちょっとね、まあ、例えば普通自動車買ったから軽自動車でもよかったかなとか、うんうんうん、そう、なんかそういう系のあったりとかどうですか？どうなんでしょうね。今のところはそんなないんですけど、でもなんとなくもう何年かした後に、今かけているこの家賃を使って、はいはい、もし、なんか家買って、それに使ってたらよかったんじゃないかなとか思うんじゃないかなっていうふうに思います。家買いたいとかはあるんですか？将来。買いたいはそんなないんですけど、でも今この10万払ってるんだったら、はい、まあまあ、まあまあ、確かに家買える可能性はありますよね。可能性ありますよね。だって家のローンとかでも、まあ、僕いろんな人取材しますけど、はい、まあ、家のローン6万から8万とか、そうですよね、もちろん高い人は高いけど、はい、全然家買えちゃうから、ね、なんか資産として持っていくべきだったよなっていうふうに後々後悔するんじゃないかなというふうに思ってますね。あ、なるほどね、はい、ありがとうございます。続いては今までになんかそのこれやってみたんだけど、まあ、自分にはちょっと不向きだったっていうなんか節約術的なものってあったりとかしますか？この辺はやってみたけど、うん、あ、これ向かないなみたいな。節約術ですか？はい、なんだろうな。あ、でもあんまりその作り置きとかはできないタイプですね。あ、そうなんですね、はい、それは
なんでですか、めんどくさいとか。ちょっとそこら辺めんどくさくなって、じゃあもう基本レンチンでその場で食べれる何分かで作れるものを毎日毎日作っていて、そういうことですね。例えば作るものでいうとどういう系が多いんですか。パスタとかお米とか炒め物、まあ、炒め物火使うから無理かもしれないけど、なんか炒め物もできるようななんかあるんですよ。電子レンジ使えるものもあるので、それ使ってやったりとかもしますし、主食は基本的にご飯かパスタですね。なるほど、はい、お米はさすがに炊飯器だか鍋とかでやる。電子レンジ。あ、電子レンジできるんですか。できます、できます。あ、外のご飯とか。あ、じゃないじゃないじゃないです、普通にあの生の。あ、そうなんですね、はい、もう全部電子レンジですね。電子レンジやばいですね。まず電子レンジでできるものから探します。へえ、そういうグッズから探しますね。そっか、だからまあそれもね、料理の時短にもなるし、はい、場所も取らないし、炊飯器なくなるし、意外にいいかもしれないですね。いいと思います。はい、ありがとうございます。続いて、社会人になってから節約貯蓄し始めたってことですけど、はい、まあ、ここその数年の節約生活の中で、まあ、資産形成していく中でなんか大変だったなって思ったこととか、うんうんうん、ちょっと辛かったなっていうのとか、そういう時期とかはあったりしましたか。はい、そんななんかなかったですね。はい、じゃあもうそつなく、そつなく、ね、簡単、まあ、苦しいとかもなく、はい、逆に楽しいと思ってたりとか。あ、楽しかったです。なんかこれだけ埋めたみたいな。最初のうちはあまり投資とかはしてなくて、はい、完全に現金貯金だったんですよね。だから自分の給料から月使った分が引かれて、どれぐらい貯まってるみたいなのが口座にどん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 貯まってたんですけど、うん、あ、この月すごいいったなとか、そういうの楽しんでる感じです。なるほど。え、はい、毎月毎月その口座ないし通帳を見てニヤニヤする感じですか。あ、毎月毎月です。そんな感じでした。いいですね。まあでもそれが醍醐味ですもんね。なるほどね。ありがとうございます。はい、まあ、そういうのもあって、まあ、モチベーションが高まって楽しいと思えるみたいな。うん、はいはい、ありがとうございます。続いてはなんかお仕事関係についてもちょっと聞いてみたいんですけども、うん、今の会社ってなんかその、はい、例えば転職してついたとか、うんうん、まあ、社会人そのなる時の就活でまだ1社目ですよとか、はい、その辺どうですか。今の会社今は1社目ですね。1社目、新入社員で、はい、転職しようと思ったこととか、はい、まあ、今後したいとか、まあ、あんまり声大にしていないかもしれないけど捨てたみたいなの。でも何回もしようと思いました。あ、そうなんですね、はい、え、それでもしなかった理由は何かあるんですか。いや、ちょっとあのしようとしてたタイミングでもうできる状態じゃなくなっちゃったから、すごい仕事が立て込んじゃって、はい、なっちゃったみたいな感じだった。なるほどね。で、ちなみに今の会社に、決めた理由とか、まあ、はい、もちろん大学生の時にあの就活したと思うんですけど、はい、まあ、その時に例えば何を優先したというか、はい、人によっては仕事内容だし、はい、まあ、人によっては、はい、例えばそのなんか出来高制の会社とか、うん、まあ、福利厚生が整ってるとか、はい、いろんな要素あると思いますけど、ヌンさんはどの辺注目したとかありますか。でも、あ、今自分営業やってるんですけど、あの、まあ、メーカーの営業なんですけど、その物売りの営業は嫌だなっていうふうに思ってて、うん、はい、それじゃない、なんかちょっと自分のアイデアとかが活かせるような会社みたいなところで軸で結構選んでました、ね。あ、そうなんですね、はい、え、ちなみに結構受けましたか、その会社自体は。就活の時に全然受けなかったですね。4社ぐらいしか受けてない。あ、少ない。あ、そうなんですね、はい、まあ、あんまり僕のチャンネル見てないですけど、あの若い方とか、はい、就活のポイントというか、まあ、転職に生きるかもしれないから、あ、はいはい、なんかこの辺、あの例えば面接の練習めっちゃしたとか、はい、まあ、あの履歴書書くときこう意識したとか、なんかコツとかありますか。で、自分はあんまりその手広くなんかいろいろやるのが得意じゃないっていうのが分かってたので、うん、あ、もう本当に行きたいところをちゃんと絞って、そこに対しての対策をしていこうというふうにしてました、ね、うん、だからその分その一社に対して、うん、あの社員さんに会ったりとかしますけど、うん、それを結構数増やしたりして、ちゃんと他の人と全然話す内容で差別化できるような感じ。そういうことですね、はいはい、え、ちなみに今後は例えばこういう仕事したいとか、はい、こういう業種にチャレンジしてみたいとか、まあ、副業も含めてとかですけど、はい、うんうんうん、その辺どうですか。でも今結構、あ、そうですね、うん、あのさ、メーカーの中で一つの中デジタル系のマーケティング系の仕事をしてたりするので、もうちょっとそこを専門性高めていきたいなっていうのはあります。お、なるほど、はい、その辺で言うと例えばあの副業を今もうすでにやってるとか、うん、まあ、今後そういう系でチャレンジしたいとか、そういうのはありますか。あの副業、そうですね、副業もしていきたいし、はい、ですし、まあ、ちょっとそこに副業行くためにまずはその専門性の高い仕事についてちょっと自分の市場価値を高めてからみたいなことを考えてます。そういうことですね。あと例えば仕事で言うと、まあ、なんか将来のビジョンじゃないかもしれないですけど、はい、例えば何歳の時に起業したいという人もいるし、はい、まあ、とりあえず今の会社で、まあ、行けるところまで行って、まあ、いずれ例えばステップアップでなんかこういう仕事していきたいとか、なんかそういうイメージ、うん、目標とかってありますか、仕事に関して。でもそれで30歳くらいまではその1回転職を経験してみて、うん、もう少しちょっと自分の専門性を高めたいっていうのは、うんうん、
あります、ね、あるわけですね、はい、あと例えばなんかいずれ自分の会社を持ちたいとか、うんうん、まあ、例えば年収で言うと、まあ、額は言わなくていいですよ、まあ、目標があるとか、はい、その辺はどうですか。あのそれで言うとあれですね、まあ、会社員やりつつが本当にいいんですけど、その、うんうん、何でしょうね、個人事業主的な形で、うんうん、自分自身でちょっとお仕事が埋めるというか、会社に所属せずに、はい、生活できるようなふうにはなっていきたいなというふうに。なるほど。それは会社員やりながら、うん、フリーでもやっていきたいのか、ね、いずれはフリーだけにも行けたらいいなっていうのは何か、はい、どっちがいいんでしょうね。そこは難しいですよね。相談みたいな。これはあのこれは人による。僕は多分会社員向いてないね。あの奥さんからもあんた向いてないねって言われるぐらいだから、多分人の言いなりになるのが多分無理。あ、なるほど。だから僕はフリーでよかったけど、でも人によってはやっぱ安定しながら。そうなんですよ、そうなんですよ。なんか結構会社から享受できるものとかもあるじゃないですか。絶対ある、絶対あるんです、ね、なんかそういうことを考えるとちょっと難しい、はい。なるほど。まあ、今後のまあ 課題じゃないかもしれない。まだ何も進んでないので。なるほど。そういうことですね。まあでもそういうなんか仕事感は今お持ちってことですよね。ありがとうございます。続いては、まあ、実際に約1000万円貯めることができたわけじゃないですか、はい、なんかそのお金が貯まって良かったこととか、うん、まあ、昔それこそ貧乏学生してたわけだから、はいはい、なんかその辺で変わったこと、うん、暮らしぶりが変わったとか、うん、はい、まあ、心に余裕ができた、まあ、精神的なものとか変化とかメリットとかどうですか、うんうんうん。でもそれはかね、精神的な安定は ある、はい、ありますね。ちなみに1000万円貯まってから安心できるようになったとか、はい、人によっては例えばもう生活防衛資金が貯まった時点でっていう人もいるし、はい、まあ、毎月黒字になったからっていう人もいるし、はい、まあ、500万円貯まってからっていう人もいるけど、なんかどのレベルで安心できるようになったとか、はい、どうでしょうね。まあ、多分最初にその社会人になってから貯金始めたって言ったんですけど、うん、多分そのタイミングでなんかその安心感が増えます、ね、俺お金貯められるんだって。ああ、そっか。今までは、今まで全部何もない。はい、毎月、あの、通帳見るたびに、お金が入っては消えて、はい、お金が入っては消えてみたいな感じだったのが、どん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 もう増えていく生活になったので、あ、もう俺は大丈夫だなって思います。そういうことですね。うん、じゃあもう、ヌーさんの場合は、もう黒字になるっていう、はい、まあ、あの、実体験を経て、まあ、その時点で、まあ、安心できるようになったというか。そうですね、そうですね。そういうことですね。ありがとうございます。うん、あとは、まあ、節約を生活をしながら、なんか、あえてここにお金を使うようにしてる、ないし、今後使っていきたいって思うこととかはありますか？使っていきたいところですか。はい。あ、でも、住宅には、もっとお金を使っていきたいかなと思います。例えば、まあ、例えばですけど、タワマンとか、もっと、もっと都心のところとか、はい、はい、あれはどういうタワマンとかはあんまり興味なくて、あの地方の方に行っていいマンション、いいマンションではないですけど、もうちょっとなんか広いところに住みたいなと、なるほど。ちょっとじゃあ時間はあのかかるかもしれないけど、はい、ちょっと地方の方に。そうですね。でかつちょっとクオリティの高い家にしたい、はい、そうですね。それはなんでなんですか。広さが欲しい。いや、それで、まあ、自分もともとちょっとだけ九州住んでたんですよ、うん、で九州の生活が良すぎて、うん、あ、いつも絶対九州に住むというふうに決めてるので。行ってましたね。え、九州ってその福岡とかですか。福岡です。福岡めっちゃ安いですよね。めっちゃ安いんですよ。で僕の知り合いも家賃6万円でなんかタワーみたいなとこ住んでたって言ってましたよね。ね、そう、 1L とかで 1LDK とかでそれだから恐ろしいですよね。恐ろしい本当に、ね、で結構アクセスもいいじゃないですか。そうなんですよ。空港から近くても、はい、それぐらい。博多行けば何でも揃ってますし。え、いつ行くんですか、そのなんか何からなんか、ね、怖いですね。いやいや、足踏みしてる。そうそうそう、俺に対してのちょっとその圧力が怖くて。でもなんか東京もいいけど、そうそうそう、福岡もね、まあ節約ぶっちゃけなるし、そうなんです、まあ、住みやすいって聞いたら。そういうやつ使いました。なんで転職します。せかしてるわけじゃないけど、まあ、でもね、いいって言うからいつ行くんだろうなって。うん、まあ、そんなイメージもあると。そうです、はい、ありがとうございます。え、なんか例えばもうコロナもだいぶ落ち着いて旅行行きたいとか海外行きたいとかそういうのはないですか。あと、まあ、あ、自己成長にお金使いたいとか。そうですね、自己成長には全然結構お金使う方ですね。え、例えばどういう系の本とかですか。あ、本もそうですし、結構なんかセミナー行ったりとか、うん、あ、へえ、セミナーっていうのはどういう系のですか。そのマーケティングとか SNS 関係。あ、そうそうそう、そっちのなんかマーケティングとか、そういうちょっとグループワークとかしながらなんかちゃんと勉強していくような学校みたいな感じ。あ、そうなんですね、はい、それは会社が言ってください、まあ、こういうのあるよって提示されたものなのか、はい、自分で調べて言ってるか。あ、でも会社のものもありますし、自分で調べてもあります、ね、あ、そうなんですね、まあ、そこら辺はじゃあ意欲的なんですね、はい、ありがとうございます。続いて将来、まあ、今後あの年数を重ねれば、まあ、間違いなくお金貯まっていくじゃないですか、はい、貯まったお金はいずれ何に使いたいとか、うん、なんか将来こういう生活がしたい、まあ、それこそまあ福岡で住みたいでもいいし、はいはいはい、まあ、ちょっと
一時的に海外を回りたいとか、いずれは移住したいとか、なんか、はい、貯めたお金何に使いたいっていうのは何かありますか？でもそれはあれですね、貯めたら、まあ、自分で仕事をまあ自由にやりたい時にやって生活できるようになればいいかなっていうふうに思ってます。じゃあ割と仕事のためというか、はい、そういうまあ働き方を調整できたりとか、はい、やりたい仕事をするためにまあ貯めてるイメージ、はい、ありがとうございます。最後ですね、社会人になってからお金を貯められるようになったということで、はい、まあ、ヌンさんより若い世代の方だったりとか、はい、まあ、節約貯金が苦手な方とか、これから頑張りたい方に向けて、うん、まあ、ヌンさんなりのちょっとアドバイスが欲しいなと思って、はい、こうするとお金貯まりやすいよとか、まず今日とか明日からこういうのやってみるといいですよとか、なんかその辺どうですか？どうなんでしょうね、はい。どうすればお金貯まるようになるかとか、その辺が欲しいですね。食費にお金かける、うん、人が多いんですよ。自分も後輩もそうなんですけど、毎晩毎晩なんかウーバー頼んじゃうみたいな。ああ、なるほど。うん、はいはい。まあ、僕も昔そうでした、ね。コンビニ行ったとか。そう、コンビニとか、料理してる、まあ、余裕がなかったってありますから、ね、はい、まあ、仕事が忙しくてとかね、うん。そうそう。だから結構食費高い人はいますもんね。なんかその、なんかいろんなハードルを下げられる努力をした方がいいと思います。例えばその、料理がめんどくさいって言っても、うん、なんか自分がやってる料理は本当にもう、電子レンジぶち込めばできるようになったりとか、でも大事、ちゃんとそこら辺のハードルを下げていって、節約につながるようなちょっと第一歩を一回進めるのが大事なのかな、うん、はい、なるほどね。そっか、確かに、まあ便利だからお金かけちゃう人もいるかもしれないけど、うん、まあ、その辺はまあハードル下げたりとか、はい、まあ、便利な方法ないかなと、はい、探ってみると、ね、やってみるっていうのは結構大事そうですね、うん、ありがとうございます。ということで僕からのインタビュー以上でして、何か最後動画のまとめとして伝えたいことないし、はい、なんか告知したいこととか SNS のなんか告知とかでもいいので、何かありますか、はい、最後まとめ伝えたいこと。そうですね、全然今更新できてないんですけど、はい、SNS インスタやってて、あ、やってるんですね全然更新できてないんですけど、はい、頑張るので皆さんフォローお願いします、はい、前回も言ってましたけどまあ、本当にダメですね、はい、本当にダメです。まあ会社員ですからね、まあ、お仕事忙しいっていうこと、まあ、いずれ多分、ね、やられると思うので、興味ある方は、内容としてはお金関係なんですか？そのミニマリストの暮らし的なのも発信されてる。あ、結構物を少なくてシンプルに生きるための術みたいなところを発信するようにはしてますが、なるほど。なんかリクエストがあったら言ってほしい。あ、そうですね。ヌンさんのね、そう、こういうのを聞いてみたいとかね、あればぜひぜひ。はい、この動画下でもいいし、ヌンさんのね、そのなんか投稿のコメント欄でもいいので、はい、ぜひね、コメントしていただけたらと思います。はい、ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。